は野田チャンネル。はい、てめえ、てめえ、てめえ、めっちゃありがとうございます。また、買ってまいりました。最近ね、びっくりマン、光って書いてる。何これ？何これ？光って書いてるよ。なんかあるこれ。あ、影とかあるのかな？第1弾ってことこれ。どういう感じなんでしょうか。ちょっとよくわからないんですけども、ね、すいません。俺見てないんでちょっとわかんないんですけどね。星の子のびっくりマンってことですね。これね、2パターン。2パターンあります。表紙がね、全24種類。ね。シークレットが存在するんでしょうか。その辺はちょっとわかりません。ね、開けてみたいと思います。前はね、おばちゃんシールが出ましたけども。さあ、今回はどういうことになるでしょうか。ね、いきますよ。はい、せーの、いきますよ。一発目、ドン！なんだこれ？ PA4。PA4 って書いてあるよ。何これ？ 14。いちごプロダクション所属のひよこの覆面をかぶった筋肉無休筋トレ。いちごプロの稼ぐ、年収1億円。あ、推しの噂と書いてある。もともと、プロダンサー。へぇー。うそー！何これ。なんか一発でこれ。いや、今ね、ちょっとね、高い、びっくりの高い。120何円とかで、ね。120何円出して PA4 って、PA4 でいいのかな ?PA4 なのかな、ちょっとよくわかんないけども。マジか。この人じゃないっていうね、キャラクター、まあまあ、いいか。ね、じゃあ次行きましょうか。はい。まあそういうこともあるよね。さあ、次です。ちょっと、ビヨンって伸びちゃいました。開けづらくなっちゃいましたけども。さあ行きましょう。さあ、どうだ。来ました。お、ピンク色がちらっと見えたぞ。ドン、ドン来た。はい、はい、来た。おー、来ました。あれ、前回出たっけこれ。それもちょっと忘れてた。ほら。お、同じやつ。すごく同じやつが出ました。やりました。これ何番？あ、落ちた。シールナンバー1、出た。ビーコマチセンター。あ、え、この人って何？え、一人じゃないのこれ。グループだったのこの人。天性の、伝説のアイドルだって。あ、そう。そうなんだ。へぇー、ということでね。この差、すげえな、おい。ということで、じゃあ次行きましょうか。ね。どっち開けたっけ？あ、そっか、そういうことね。はい、じゃあ次こっち行きましょうか。ね。どうだろうなぁ。これは、ん？何？これはな、友達？これ誰？これ。子供？この子供ですか？これ、あ、でも目の色が違うなあれ、この子？違うよね。よくわかりませんけど、開けましょうか、じゃあ。さあ。どうでしょうか。おっと、チョコがたっぷり入ってるぞ。ピーナッツも入ってるか。ということでね、次の子。ありました、シールが。ドン！おじさんが出たよ。五反田大使。あーな、インチキプロデューサー的な感じがね。あ、チョコついてる、しかも。チョコがついてるぞ。だらしがないおじさんみたいなさ、T シャツにチョコがついてるっていうね。っていうかさ、24歳でハズレ多くね。子供部屋に住み続ける。映画監督なのね。ああ、そういうことね。プロデューサーさんじゃないのね。T シャツにチョコつけちゃって、うわ、大変だ。うわ、だらしね。意外とし、ね。映画監督だそうですね。はい。さあ。この感じ。3個開けまして、2つ外れみたいな雰囲気出てますけども。で、ね、あ、わかんない。作品見たらね、すごいいいキャラなのかもしれない。ね。逆にこのシールが出ないかもしれないよね。普通に買ったら。どっちなんでしょうか。さあ、じゃあこれね、せっかくなんでこれ。開けてみますか、これね。どうでしょうか。光って何なんだろうね。気になるね、これね。影あるのかな、そしたら。ね。さあ、ちょ、書いてます。お、見えたぞ！なんか違って見えたぞ。水色だぞ。裏面。あ、全部裏面水色だ。はい、行きましょう。ドーン！嘘だー！何これ？カブラギ・マサヤさん。ね。はい。これ誰？旦那？フリーのバン、あ、こっちがプロデューサーかい。チームですね。お金儲け優先主義な面が強いということでね。シールナンバーが12でこれか。うわー。嘘。外れ感すごくない？これ。
あの、コンプリセットあんまり欲しくない感じがするけど、気のせいですかね、これね。なんか、脇の人多くね、これ。っていう感じがしますけど。なんか悪口じゃないですよ。まあまあ、これね。あの、俺見てないからね。でもこういう人がいい人だったらね、わかんないけど。ね、作品としてはね、この人がいないとね、盛り上がらないみたいなね、感じがあるかもしれません。はい。じゃあ、あ、なんかポンポン開けすぎた、俺。まあいいか。ね、じゃあ行きましょうか、こちら。これ寝ててないね、これね。一人ぐらい、なんか出ても。24種類もあると、なかなかね、それは難しいですよね、そう簡単には。さあ、行きましょうか。おっと、なんかチラって見えたぞ、なんか字が。ダン!お、出た!何これ?重曹を舐める天才子役。うわー、またこれ。あ、うっそ。18番。有名だった。有馬かな。そして、レビュー。ん?間違えて記憶していた。これ、あ、この子?この子なの?これがこうなるの?へぇー。そうなんだ。帽子の大きさが違うよね、まずね。この大きい、こんな大きい帽子をかぶったら、これぐらい大きい、サイズが変わったってことだな。なけねえやねえ。ねえ、無理に話で繋ごうとしている感がちょっと出ちゃいますね。こういうことやってるとね。はい、ということで、子役だそうです、これね。アイドル前ってことなのかな、これ。これ見て、5個買ってこれだぜ。買う気なくすぜ、ちょっと。マジか。うわぁ、5個買ってこれか。うわぁ、マジか。うわぁ、マジか。はい。ということで、皆さんと開けてきました。この最後の一個になってしまいましたね、これね。なんか、あれなのかな?もう当たりがこれなのかな?もうこれ以上のものはないのかな?じゃあ。ねえ。なんか、前回よりなんか、あれかな?あ、出た!ルビー!あ、出た!ルビーちゃん!ルビーちゃんはどれ?これ。ここにはいないの。あ、こっちにいたのかな?あ、これだ!これだ!なんか見たことあると思った。これです。ね。これが子供?ね、これ入ってる。これだ。同じやつ。サイズが全然違うけど。ね。はい。出たー!やったぜー。ね。あ、でも、あ、柄が違うな。後ろの背景が違う。これ2パターンのかな、ひょっとして。どうなんでしょうかね。あ、でも、こっちがイメージだったのかな。出ました。これ何番?シールナンバー 3! あ!っていうことは、これが2だな。3だな。1、2、3だな、これ、多分。という芸能家1年の、1年生か。ね。赤の双子の妹。ね。輝くアイドルになる子を目指しているということで、ね。この子はで今ほぼ、なんかあれかな主役的な感じなのかな作品としては。ね。どうなんでしょうか。ということで、6個買うと2個いいのが出るっていう感じかな。ちょっと隠れてるけど。おじさん。はい。6個買ってこれだってよ!いいのかいこれで。うわー、来てるなー。どれが基本的に当たりなんでしょうかね。この辺なのかな。この辺とかこの辺が当たりなのかな。ちょっと作品を見てないからわかんないんだけどね。はい。なんか全員集合の写真と、写真じゃない、シールとか。ね、これ出ないのかなこれ、ね。あとは昔はね、この完全にコラボだと、スーパーゼウスと、この一緒に歌うとか、十字架天使と一緒とか、あるんですけどね。ただ全然知らない人、わけわかんないですよね。びっくりマンをね。はい、ってことかな。こうすぐ隠れるの、これ。はい、ということでね。6個買うとこうなります。運がいいのか悪いのか、こんな感じでございました。また、買ったやるんで、よろしくねということで、ありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。